こんにちは、みゆです。お久しぶりです。森です。いよいよ来ました、百切り本番。ついに。そうで、会場がちょっと場所変わっちゃって、茨城県の浅見ゴルフクラブさんにちょっとお邪魔してます。まあ、ちょっとガチで行くと、あのコースも変わっちゃったからちょっときついかなと思って、グリーンはワングリップ OK にします。隣にいる森大先生、森ちゃん、そう、今日はその森ちゃんがもうみゆちゃんを操って、あのもう百切り導くというレッスンはやんないで、あくまでもマネジメントってところでお手伝いをしてもらって、百切りできたらなっていう感じです。お願いします。お願いします。今まで1、2、3って鳴ると、リズムっぽいことを教えてたみたいですね。リズムを一定に、そう短い距離も、1番312ヤードパー4でございます。はい、これラッキー、右から左に傾斜してるんで、旗の方向を狙っていって、左に行くことはないでしょう。はい、おそらく右に多分それていく方が多いと思うから、まあ転がってちょっと真ん中に戻ってくるかなって感じ。片方向で、片方向に、まあ、はい、ね、昼食挟んでちょっとパターの修正もしてね。はい、じゃあそんな感じで行きます。後半行きます。百切り試験。はい、まあガチで計算すると38ですね。うん、代わりに、ま、参りますか。こんだけのハンデで引き継いでもらって、38いけそうですか。ぐらいはいけるじゃない。すごいね。急遽企画変えちゃってね。じゃあとお願いしますみたいな。確かに。それはそれで若干プレッシャー。まあまあ、ね、でもね、ここでやりきるっていうのは大切だから、うん、ちょっと1対1で大切にしてもらって、うん、それで前半よりもいいスコアで上がってくれるようにっていうのはいいかな。はい、うんうん、してます。そうです。オッケーオッケー。お願いします。片方向、まあ、軽く、うん、じゃあ予定通り、ナイス。しかもいい感じでこう傾斜がね戻ってくる。いい感じ。あ、結構落ちるね。だ、真ん中に落としても下手したらラフに行っちゃうからちょうどいいぐらいな。そう、上手い。傾斜が強い。画面でもいい。ちょ、前半とは違うね。お、よし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 。278ヤード。これもピン狙い、そうかなっていう。はい、気になるほどあともないんで。はい、となるとやっぱ欲張りやすいは欲張りやすくなっちゃうから。そう、はい、うん、うんうん、いいよ、うん、いいよ。OKOKOK、 知ってみよう。はい、やってみます。急に冷え込んだの。あ、まあ一応ね、今日はそう、夜雪降るかもしれない感じですからね。寒いっすよ。でも今日できなかったら本当に百切りの本番はいつできるのかなみたいな感じだったから、視聴者さん、よかったっす。あ、気にしてくれてる人いたかな。もう忘れちゃったんじゃない。だよね。こんだけ空いてるから。え、こんな企画やってたのってあるよね。もうすぐフェードアウトした感じ。そうね、大変なのかな。そんなにこの日気にならないかな。85で、今でも80でいい。85で、ま、ナイス。いいよ、いいよ。ゴー、いけ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 。あー、ちょっとなんかクッションっぽいやつにやられたね。よかったです。いいね。はい、いいですね。パターよ。はい、こういうカップがあると思って、はい、ここに入れる。こいつじゃなく、はい、
わかりました。こっちでリズムよく。絶対取るぞ。1、2、3。はい。1、2、3。そう。いけ。ああ、惜しい。惜しい。ナイスナイス。うん。ありがとうございます。運が良ければ入ったもんね。当たりどころが良ければ。いいよ。これ逆に下りが結構入るかな。はい。マジ本当止める感じやろうな。はい。そこで止めるの。いいよ。ああ、ちょっとずれてたか。あ、でも結構転がるね。うん、止まらんな。オッケー、大丈夫。5、6、7。そうだね。パターンだったね。南2番ホール274ヤードパー4です。めちゃめちゃ左ロックなんだけど、はい。あの方向もちょっと距離稼ぎたいんだけど、あのコーナーの後ろにここってこう出てるところの方向です。白旗なんでちょっと左ぐらい。でもそれでもちょっと右されて、ちょっとここに行くと思うから、ちょっとそこ狙いで。はい。そう、あそこの丘を狙います。うん、丘？丘。左ラフ。左ラフ。左ラフ。狙います。そっち。あ、でもいいじゃん、ナイスキック。でもずっとこれがなかったからさ、出るよ。まあ次出すだけだから。はい。うん。楽っちゃ楽だ。はい。どうしたんですか先生、だいぶなんかドライに騒ぎましたけど。あ、次出すだけだから大丈夫だよって。まだ大丈夫。ここまでなんか上げてくれたら逆にないかも。割り切れるぞ、ね。うん。なんか次だ。ありがとうございます。そう言ってもらえて。とりあえずフェアウェイに。うん。まで130ヤード。ちょうど山のてっぺんに。そう。キッチンで。さ、はい。ちょっと。でも多分いいショットでもあれもうそんなにあれじゃない。いや、変わる。変わります。キビティ、キビティ。コーナーの先には行きたかったんですけど。そうですよね。イメージ。上向いた。上向きました。上向いたらちょっと。ああ、しょうがないよね。まあでも。いろいろ。焦っちゃダメだよ、みゆちゃん。長いクラブ持った方がボール上がんないもんね。スライサーのミュージアムからしたら、この左って絶対気になるんだけど。ピッチングとかで刻んでもいいけど、変に綺麗に当たって、ずれ下がるか、あの木にぶつかっても嫌なんだよね。ユーティリティで、うん、ちょうどその100のヤーデージ食いぐらいの方向で、この食いを狙う。そう。おぉ。シュッ。OK。はい。いいよ。予定通り。さあ、頑張ろう。ね、投げてるよ。ちょっとでも近づけばいいから、変に乗せようとか思わなくていいから。はい。うん、ナイス。ゴー。うん、ナイス。うん、ありがとうございます。いや、森先生が題を読んで決まりました。今ステップジャンプしましたよね、これ。うん。OK。それもし七。また。でも抑えた方だよね。さ、あのほら最初さ、ドライバーね、天ぷら。しちゃってか、ちょっと難しいシチュエーションのところをちょんってやってたから。これしっかり池越え。手前バンカー。おー。
パーじゃないでしょうか、うん、ドライバー持って26。あもう普通に振った方がいいんじゃん。特セスティの方向を狙って打ってってもらおうかな。これはもう手前の池あってこう手前に傾斜してるので、うん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 、手前に刻むという手段が、ね、落ちてっちゃうもんね。だからもうバンカー入ってもしょうがないって感じかな、うんうん、で特設ティーの方からちょっとこう右にこうファーッとこう吹き切れてってうまく越えてくれたらラッキー。でも入っちゃってもしょうがない、はい、かな。もうだからここは危ないからなんかちょっと一打多くなっちゃう可能性のあるホールって感じ、うんうんうん、守りに行くんじゃなくて、はい、って感じかな。なんかも OK だけど狙う方向としては特設ティーって感じ。特設ティー、うん、頭上がりがちですか、うん、そんなことない。でもドライバーだからね、こう軸に置いてる球はほら上がらなそうなイメージがあるから上げようとしちゃうけど、ドライバーだとそんなにこう上げようと思わなくても勝手に上がるじゃない。そうですね。それよりもなんかその越えなきゃいけないっていうところから力む方が怖いかな、今のシチュエーションだと。わかりました。じゃあ力感ゼロで、うん、まあ当てとけば越えは絶対越えはするからね、あとはどこまで行くかだから。うん、うん、いいじゃん。え、これいいじゃん。ナイスナイス。うーん、まあやっぱなんかね飛びすぎたけど、うん、はい、でももう理想通りじゃないでも分かりやすくていいじゃん。ドライバーで多分135ぐらい飛ぶのかなみたいな感じで。でもカリーです。そうですね、そうそうそう、ドライバーの距離もなんか分かってちょうど良かったんじゃん。はい、詳しくないし、よし、ありがとうございます。白なんか白いな、なんだすごい、はい、でも拾ってるからそんなにこうなんだろうボール持ってかれちゃうなっていう感じは持たなくて、あーなんかガリガリの後ろを越えてくるっていう、いいよ、うん、うわすごい、おー、ナイス、いい。結構これ難しいは難しいよね、このあれを読まなきゃいけないからさ。すごい、オッケー、喜んでる喜んでる、先生喜んでる。パーパー、負けたのか、いやー、なんかです、ね、安心したとか、なんか私が精神的になんかすごいかでもやっぱさ、やプロが読むさ、やっぱラインは全然違うね。本当に行くんだね、ああやってね。もう早い、うん、早い、考えがまとまるのが早い。いいね、いいね。くそ、次も行くぞ、ほらナイスバーでした。ありがとうございます。さっきの本当にありがとうございます。いやよかったです。時間かかってきて。初回の私だとドライバーって言ったところも先生のご指示で。オッケーオッケー。もうここに薄いよっていうのも先生のご指示で。じゃあちょっと結構噛み合ってきてるから残り頑張っていきましょう。はい、お願いします。もう喜んでるもん先生。もう本当嬉しい。ママが喜んでくれてる。喜んでる。嬉しい。